イントン・ダニエル・グラッテンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州出身の元プロ野球選手。1979年、サンフランシスコジャイアンツに入団。5年目の1983年に、大リーグデビュー。瞬速コ高打の一番打者として活躍した。1987年にミネソタツ・インズへ移籍。1987年と1991年の、 ツインズのワールドシリーズ制覇に貢献したが、1992年にデトロイトタイガースへ移籍。1993年11月15日、読売ジャイアンツに入団。3拍子揃った選手との触れ込みで、センターを守る予定であったが、肩力、走力ともに前世紀より衰えており、春季キャンプやオープン戦で、 まずい守備を連発したためレフトを多く守らせることとなり、前年までレフトを守っていた松井秀喜が急巨ライトにコンバートされることとなった。また、通算222盗塁から期待されたが、盗塁数は2に終わった。プロレスラーのハルクホーガンを思わせる風貌で気象が荒く、口述の乱闘も含めて1年間に2度の退場処分を受けている。 シーズン中は一番打者として定着し、98試合で15本のホームランを打つなど長打力を見せた。巨人のリーグ優勝、日本一に貢献したものの同年11月10日に自由契約となり、現役を引退。1995年ツインズのスカウトに就任。1996年はコロラドロッキーズのスカウトを務め、1999年には、 ツインズの巡回コーチに就任。現在はミネソタ州でツインズの保護ラジオ野球解説者を務めている。1994年5月11日の神宮球場でのヤクルト戦で7回をもて、ヤクルトの西村隆二投手の内閣球が原因で乱闘騒ぎになった。西村の投球が頭部をかすめ、倒れ込んでかわしたものの、グラッテンは叫びながら2、3歩マウンドへ歩き、 西村に詰め寄ろうとしたが、静止した中西新士保守に食ってかかり、キャッチャーマスクの上から中西を殴りつける。中西も激光して、グラッテンの顔面をキャッチャーミットで殴ったり振り払う、東欧戦士、さらにグラッテンも中西がアッパーカットで倒れたところを容赦なく、襲いかかったりと本塁上で激しい殴り合いに発展したことで、両軍がベンチから飛び出して大乱闘となった。 グラッテンは左手小指と右手親指を骨折。殴り合った中西も顔面骨折と左目打撲の重傷を負った。その後グラッテンと中西は暴力行為で退場。西村も危険投球で退場処分を受けた。なおこの時殴り合っていた二人を制止しなかったとして、球審も批判を受けた。この試合では2回表に、 西村が巨人の村田真一の頭部に支給を与え、負傷退場へと追いやり、続いて3回裏、今度は巨人の木田正夫が打席に立った西村の左腰付近に支給を与えたため、ヤクルトの野村克也監督が報復支給ではないかと急進に抗議するなど、乱闘に至る前から両チームに険悪な雰囲気が漂っていた。この乱闘でグラッテンは制裁金十万円と10日間の 出場停止処分を受けた。この試合の翌日には、西村、木田、グラッテンの3人は、セントラルリーグから、事情聴取を受けている。この乱闘でグラッテンは、ヤクルトの選手らに押し倒された上顔を踏みつけられ、中西も巨人の選手らに、背中等を数十発蹴られた他選手が、なだれのようにグラウンドに崩れ落ち、本来の乱闘の場とは別の場所でも乱闘している。 選手がいたりするなど凄まじい光景であった。この試合は、当時の川島広森セリーグ会長が感染していたこともあり、報復合戦の末の乱闘騒ぎとなったこの試合は、両球団の選手、首脳陣や野球ファンのみならず、プロ野球の関係者にも衝撃を与える結果となった。また、この試合以降危険救制度が導入された。ありがとうございます。